多分サニーじゃなかったらマジでやってない。なんかもうそういうええ話みたいに持ってくる、やめてくれる？お前じゃ無理だよって言われて、31歳のおっさんがな、正座させてもらうようにフェニックスに。じゃあそれでは、インタビュー始めていきたいと思います。今シーズン加入のお三方、上条健選手、平田直也選手、そして佐藤義明選手に来ていただきました。お願いします。簡単に自己紹介をしてほしいなと思います。じゃあキラさんお願いします。今シーズンから加入しました、手番号25番、平田直也と申します。サッカーの経歴としましては、小学校大木戸サッカークラブ、中学校ジェフユナイテッドのジュニアユースで、高校ジェフのユースで上がって、大学は、中央大学サッカー部の、サッカーをしておりました。フェニックス15番の上条健です。サッカーの経歴でいうと、小学校からの大木戸 FC で、サッカーを始めて、中学でジェフのジュニアユースで、高校で千葉敬愛高校に入って、で専修大学の、帯同連というか部活じゃないんですけど、部活とサークルの間みたいなところでサッカーをやってました。はい、じゃあとりあえずですね、やはりこの男、藤本さん、佐藤義明選手です。よろしくお願いします。今シーズンから加入させてもらったんですけど、徳島出身でして、小学校は徳島の、桑島 FC っていうところでサッカーしてました。で中学校は中大連で鳴門第一中学校、高校は岡山の作陽高校で、大学は平田君と同じ中央大学で、大学卒業で徳島ヴォルティスに2年、JFL の FC 大阪に1年行ってました。5年ぶりにサッカー始めました。頑張りますんでお願いします。意外と真面目だった。ありがとうございます。めっちゃ真面目やん。小学校の経歴とかいらんやろ。確かにね。今シーズンですね、新加入選手7人いるんですけど、そのうち、今日の3人は共通点がありまして、まずは年齢が今年31代だと思うんですけど、妻子持ちというね、そういう皆さんをちょっとグルーピングして、まずインタビューということで一番最初に撮りたいなと思って、声かけさせてもらいました。まず最初にですね、30歳になって再びサッカーを始めるという決心ってなかなかできないというか、もう一回サッカーをやろうと思った理由っていうのは、まず最初に聞きたいなと。じゃあ平さんお願いします。入団を決めたのは、一番の理由はもう代表の市原くんに、なんかこう高校時代もユースが一緒だったり、小学校のチームも一緒ですし、はいはいはい、なんかすごい縁を感じたり、高校の時も結構なんか助けてもらった感覚があって、でたまたま、本当にたまたま、年末の、千葉に帰った時のなんか千葉でやってるフットサル大会でたまたま会って、はい、俺ももう高校卒業して大学で試合やってぶりだから10年ぶりぐらいに会って、で今何やってんのみたいなお互い話をした時に、市原くんがサッカーをしていると、自分で立ち上げたチームでサッカーをしてるみたいな話を聞いて、僕今より15キロぐらい太ってたんで、冗談でこうちょっと俺のプレー見といて入団させてくれみたいな言って、はい、お前じゃ無理だよって言われて、でたまたまコロナになってこう痩せるきっかけをもらって、痩せた時に、上条くんと一緒に一回行ってみようみたいな話を言った時に、はいはいはい、やっぱりチームとして本当にそんなに真剣にサッカーやってるみたいな形で思ってなかったんで、これはちょっと生半可な気持ちじゃ参加できないなっていうのが最初の印象で、チームにも高校生から、上は40ぐらいの、監督含めいらっしゃる中で、サッカーに対するもそうだし、こう社会人としてとか一人の人間としてみたいなところをすごくしっかり平和サッカーっていうコンセプトをもとにやってるなっていうイメージの中で、僕も大学時代サッカーをこうまともに最後できなかった部分があって、もうサッカーやりきったっていう感覚でいたんですけど、はいはいはい、なんか市原くんにお世話になったし、
なんかできることないかっていうところで、ちょっともう一回やってみようかなっていうところで、まあ加入させていただいたみたいな感じですかね。なんかもうそういう話みたいに持ってくる、やめてくれる？いや、俺が一番最初だから、いいや。神さん、いかがでしょう？きっかけは、それこそヒラだよね。ヒラと、まずサッカーやろうよみたいな話をしてて、うん、本当に遊びのサッカーを最初やったんですよね。で、ヒラから、代表の市原選手のチームがあると。朝なんか試合をやってるから、一緒に行こうよみたいなのを誘ってくれて、で、それで最初行ったのがきっかけで、それまで社会人チームに入ろうなんてさらさら思ってないし、家庭があるんで、そうですよね。どうしてもやっぱりサッカーできる環境がなかったっていうのがあって、で、フェニックスの朝練習行って、練習試合行って、で、まず、すごいいいチームだなっていうのが印象的であって、高校のメンバーとかを連れてって、はいはいはい、その時に高校のメンバーがみんなすごいいいチームだね、こんなチームめったにないよみたいなことを言ってて、それから朝の練習とか繰り返していくうちに、もう一回ちょっと本気でやりたいなって思わせてくれたのがフェニックスだった。多分フェニックスじゃなかったらマジでやってない。絶対チームなんか入ってない。じゃあ藤本さんお願いします。僕もきっかけは直哉なんですよね。もともとサッカーしたいなっていう思いはずっとあって、はいはいはい、でどっかでやりたいなみたいなずっと思っとって、中大のラインがあって、で直哉がなんか俺サッカー始めたねみたいな、めっちゃ痩せたやみたいなライン来て、俺当時81キロだったけど、直哉何キロなんて聞いた時になんかごっつ痩せた体重出してきたから、こっち来よお前証拠見せろや言って、ほんだらなんかユニフォーム着とる写真が来たよ。でそれでうわマジやんと思ってっていうのと、うわほんまにサッカーしてると思って、で、え、名古屋どこでやってんのみたいな、あっこから質問攻めやったやろ俺ずっと。なるほど。そう、いや本当にやりたいんだなって感じしたもん。実際どうなんみたいな、いや結構なんか真剣にやってんねみたいな、俺なんかちゃんとコンセプトもあってしっかりしたチームやからみたいなで聞いて、ほなとりあえず俺も痩せてから行かなあかんなみたいな、痩せるからちょっと待っといてくれって名古屋に言って、俺もなんか81あったら72まで落として、すごい。いざ行った初めての練習試合で何もないところで3回こけるっていう。久しぶりにダッシュしたらほんまに足が回らんくて、でも逆にそれで火ついた。家にジム作ったから、自分の可変式のダンベルあるやん、あれと椅子ベンチみたいな、あれ買って寝室の横に筋トレルーム作って嫁にめっちゃ怒られた。何これって言われて。じゃあ藤本さんも9キロ痩せて入ったんですね。フェニックスに最初に来た時とか参加してみて、印象が変わったとか、参加しながら感じてるフェニックスの魅力みたいなのって皆さんそれぞれあったりします？じゃあ平さんから行きましょう。平和サッカーっていうコンセプトでやってて、私もサラリーマンで社会人で仕事をしてて、なんかやっぱり人の意見をしっかりこう受け入れるっていうことをやっぱり学生の子とか若い子たちができてるのって僕からするとすごいなって思うことが結構多くて、自分の時と比べると本当にすごいって思う部分と、じゃあ自分がその子たちに何を伝えてあげられるか、サッカーを通じて考えられるのが勉強になるし、すごく成長させてもらってるなっていうのは感じます。神さんいかがでしょう？あんまりギャップがなかったですね。フェニックスはコミュニティじゃなくてチームっていうやっぱりところがすごく感じてて、やっぱりその外部に発信していくっていうところもしてるし、ただそのチームでサッカーをするっていうことだけじゃなくて、それをやっぱり平和っていうものを伝えていくとか、 SNS とかホームページのブログとか今もやり始めてるけど、そういうところでしっかりやっぱり外部に発信していくっていうところをやってるので、そこら辺は大きな違いかな。だからみんなそれぞれが意識高、さっき平も言ってたけど、若い子たちもちゃんと自分の意思を持ってサッカーをすることで、社会に貢献してるじゃないけど、大きく言ったらそういうところまで意識してやってるところは本当に本当しいなと思う。みんなすごいなっていうふうに感じます。はい、藤本さんお願いします。僕もその入る前っていうか入った後も印象ってそんな変わらんくて、一言で言ったらええチームやなっていうのは
変わらないんですけど、なんかそのいやほんまに神の意見と結構一緒で、社会人サッカーってとりあえずまあ休み集まってサッカー楽しくしてワイワイしてみたいな、まあ、そんなイメージはあったんやけど、なんかこうフェニックスってやっぱり何かこう目標に向かってみんなでやっていこうみたいな、そういうのがすごい感じられて、で僕もそういうのすごい好きやし、やってて楽しいし、それがこと仕事にも生きるっていうか、あんまりそういうのってなんかこう会社としてチームとしてやっていこうみたいなのってあんま感じれんくて、仕事でだから逆でフェニックスでこう、あ何か目標に向かってこうやっていこうって、それを逆にこう仕事で生かしたいみたいな、こういう思いって今までなかったから、なんかめちゃめちゃ自分が成長できとるなみたいな。31歳のおっさんがな、成長させてもらうよんよ、フェニックスに。すごっ仕事やからってこう割り切るとこやっぱあるよ。そこもう一個踏み込んでいこうみたいなとか正直ある。おこれすごくないですか。いやすごいと思うよ。後半戦に向けての意気込みをそれぞれ最後に欲しいなと。はい、じゃあ飛田さんからお願いします。一部昇格っていうのがチームとしての一番の目標なので、まあ勝ちを落とせないっていうところは、まあ、やっぱりもっとこうチームとして突き詰めていかなきゃいけないっていうのは、まあ今まで通りのところと今まで以上に思わなきゃいけないところっていうのは思ってます。で、まあ、個人としては、まあ、自分が得点を決めてとかっていうよりは、こうチームのかゆいところに手が届くみたいな存在でありたいと思ってるので、そういうところで、まあ、チームに貢献できればいいかなっていうのはすごく思ってるので、この間若い子にも言われましたけど、おじさんなのにめっちゃ走るやんみたいな存在で、あることが自分の存在いいかなと思うので、そこは突き詰めてやっていきたいなっていうのは思います。ありがとうございます。神さん、すごくいいチームだなと思って自分も入ってきたので、それをやっぱり世の中に広めていくっていうのが、やっぱりチームとして目指すべき場所だと思うので、まあ、サッカーはもちろんのこと、それ以外のところでもやっぱりアクションをして、自分なりにフェニックスっていう素晴らしいチームを広げていきたいなっていうのは個人的に思う。でサッカーの試合に関しては、まあ、自分のミスで失点してしまったりとかっていうのはやっぱ今まであったので、そこら辺は結構ね、この年になって俺こんなミスしてチームに迷惑かけてるっていう、ちょっと言ってることとやってることが逆になってるっていうパターンなので、そこら辺はなくしていきたいなと。で単純にやっぱり走れなくなってきてるんで、そこら辺を自分でやっぱりその年と戦いながら、フェニックスのメンバーにもいい刺激を与えられるような、まあ、自分の特徴であるまあタックルとかヘディングとか、そこら辺の闘志あふれるプレーを若い選手とかに見せて、まあ、刺激になればなというふうに思いますので、まあ、試合プラス、その他の部分でも、自分ができることっていうのを精一杯やっていきたいなと思います。はい、ありがとうございます。では最後、吉明さんじゃなくて藤本さん。急に下の名前を呼ぶぐらい気持ち悪いな。まあベテランっていう立ち位置で今やらせてもらってますけど、なんか特にその背中で語るとか、こうベテランやからとか、あんまそういう気持ちはなくて、ただその、まあ、ベテラン足引っ張ってんなみたいなのは思われたくない。だからその若いやつには負けたくないし、ただ負けへんためには自分もやっぱり努力して体作ってって、やっていかなあかんなと思ってるんで、人の200倍ぐらい努力してチームに貢献したいと思います。だって朝早くして筋トレしてるアピールしてるもんな。俺だけやで、ね、5時半に来てるの。いやーほんとすごいっすね。お前ら来るの遅い。はい、ということで、さまざまインタビューさせてもらいましたけれども、はい、皆さんの力が本当にフェニックスに必要なので、今後ともよろしくお願いしますということとともにですね、ぜひ奥さんや家族にもぜひフェニックスを応援してもらえるようなチームにみんなで作っていけたらいいなと思いますし、還元できるようにぜひチームで頑張っていきましょう。今日はインタビューありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。